よろしくお願いします。ヘラシェイマサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さてさて、相手の方が中飛車ですね。先手中飛車か。まあ一直線穴熊をこっちは狙っていきたいところではあるんですが、相手の方のまあ駒組み次第ではありますよね。あんまりそのなんか一直線穴熊にこだわるわけにもいかんというか、まあできるなら組みたいんですけどああ早いね。まあでもこれは金上がってこれ大丈夫な形ですね。まあ取って、まあこれは一直線行っていいんじゃないかな。相手の銀がまだまだ出てきてないですからね。うん、1手2手3手4手かかるんだよね。で相手は1手2手まあ3手かかった時に歩打ちか。まあ大丈夫ね、これで上がっていきましょうか。これで囲っていきましょう。まあ金まで下締めといて、これでいつでも戦えるよって形にしといて、で香車上がって、まあそれは下がっていいんじゃないかな。下がっといて、ああまあ袖飛車がないから普通に熊っといてもいい気がするし、っていう感じかな。まあ組まりますか。まあね、部分的にはね、やりたくはなるよね。同歩同銀ってこと？同歩角交換はまあ同桂でいいかな。まあなんかね瞬間パンツ脱ぐんで気持ち悪いんですけど、まあ相手ね飛車角銀だけなんで全然怖くはないって感じですね。まあこれはでもこっちから角交換して、まあ桂馬がいなくなった瞬間に4六角据えるみたいな手もあるし、そうね、これ何が一番優先の高いんだろう。パッとやりたいのはまあ2四歩か6四歩でかわしながら拠点伸ばす感じかみたいなのやりたいけど、2四歩は多分遅いんだよな。もうなんかね、そこの歩ついてる世界線ではないような気がするんだよね。まあ逃げながら拠点作るか。その角はなんだ？馬作るぞと言ってるってこと？金は浮いてないからね。さてどうしようかな。なんかまあ飛車は横にしか動けないよって言われてるんですけど、どうすんだろう。候補手がまず見えんな。なんか形としてはなんか金を引いて馬作ってみたいな方が多分いいんでしょうけど、なんか玉頭に馬が効いてくるんだよな。それは嫌なんだよな。だから桂馬の頭攻めていくんかな。7五歩とかかな。7五歩でブッチはさすがに同飛車で繋がらないし、7五歩に馬作った時に角で消しに行くんかな。5四角打って同馬同銀みたいな感じで消しに行くんかな。7五歩かな。
これはまあ銀を玉頭に使おうという意味もあるし、飛車を通そうという意味もあるんでしょうが、がですよ。まあ桂跳ねてきた時に飛車成れるよみたいな手もあるってこと？これこそ遠見の角がありそうだけどね。遠見の角した時に桂ジャンプもできなくなってるでしょ。歩成りも見せてるからね。歩叩いてきて、まあ避けといて、まあ遠見の角かな。まあ歩で受けるんだ。まあまあまあ、これで桂馬ジャンプはとりあえずできんくなったから、まあそうっすね。飛車を止めるなら5四歩かな。同銀はできないでしょ。飛車止めとくんかな。で銀が動いたら桂頭やばいんで、まあ一回はね。まあこれは馬をね、多分玉頭方面に利かそうっていう手なんだろうけど、そうか。で俺も角打ちがなくなってるからね。あーだったら、まあ相手から入るのがないんだったら俺もこうやっていくんじゃない。桂馬ジャンプは下がっとけば大丈夫。走って、なんか横歩取るんかな。横歩取ってなんか6三成り捨ててみたいな。それは別に下がっとけばいいんじゃないの。まあ下がるよね普通は。あれかな、4六馬狙ってんのかな。4六馬なら一回飛車なっといて金に当てるけどな。あーそこなんだ。まあ金がいなければみたいな手はあるんかな。まあでも一回なっとくんじゃん。一回なっといて、で香車拾っといて、これ次飛車の頭にぶち込むぞ。いやー、だから取ってきたんだけど、まあ、取って、これは取るよね。取るか、桂頭に歩を打つかなんだけど。まあ、取るか。取らんといかんか。だって、歩成る見せられとるもんね、次ね。いや、悩ましいな、これ。まあでも取るか。取って、で桂頭叩いて、いやーそれはねまだまだ遅いと思うんだけど、まあ一回取るか。同玉、桂打つと、すごいとこ逃げてきたね。まあ香車で支えとくか。さあ何が早いのか。5三飛車、それはもうねブッチの頃合いじゃないかな。逃げてる場合じゃないと思う。でここ下ろしといて、
まあ同飛車でここに飛車かな、この銀どうやって救うのっていう、金が上ずったからね、飛車で紐つけるわけにはいかんでしょう。マジ？それマジっていう感じなんだけど、まあでもこれは香車取っといて、これが詰めろでしょ。9七竜までの詰めろなんで、そうだよね、そんな感じになるよね。うーん、どうすんかな。まあ退路封鎖するなら6六金、同金同金、まあ6六金かな、6六金かな。ん？それはアウトですね。それは竜入りまでの一手詰めですね。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、一直線アナグマの戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。おやすみ。